法案では警察と検察に取り調べの録音や録画を義務付けていますが対象は刑事事件全体の3%程度にとどまっていて民主党などが修正協議で求めた対象の拡大は実現しませんでしたまた他人の犯罪を証言すれば自分の罪を軽くできる司法取引の導入が盛り込まれていますがその協議に弁護人が関与するなど 透明性を確保するための修正が行われましたさらにメールや電話などの通信傍受に関しては通信事業者などの立ち会いを不要にする代わりに捜査に関与していない警察官が立ち会うことにしました法案は明日の衆院本会議で可決され今の国会中に成立する見通しです